黒黒ぐらい思ってた。ああ、もう黒黒は最高だよな。黒黒は最高。闇って和道の家に居候してたやつ。違う違う、闇将軍は四国の生主、うん、女かな、女のな誠っていうのを好きらしい。光の放送、あ、三枚目光も見てるよ、うん、キャスはね、キャスはあんま見ないんだけど三枚目光見てる、うん、マコ好きって言うんだ。闇はそもそも目立っていい人間ではない人間して叩かれて何もやつ、キャストが間違ってるよね。あいつはだから自分のキャラ測り間違えたよね。惜しいんだけどな。俺も人のこと言えないけど、人のこと言えないけど、あ、失敗したな。あ、失敗したな。あ、完全に調子乗った。俺と一緒の落ち方だっていう。ざまあ。そのうちキャストも爆発するよ。予言しておくよ。うん。黒黒は本当にフルボッコだったもんね。黒黒はすごかったよね、うん、だってさ、俺柏木の日に行った時さ、裸にカーディガンだったんだよ。夏場だよあのデブ裸にカーディガンってさ、どんなファッションセンスで、夏場だよ、超かっけえと思ったもん。土人発言した警察官を擁護してる大阪都知事どう思う。え、何それ、全然知らないんだけど。どうなんだろうな。うん。うん。見た？窓の闇将軍いじるのうまかったね。うん、どうだろうね。うん。闇将軍いじられるキャラなの自覚してねえかんな。あのさ、もう、それがもう、あ、俺でも未だにツイッターは見る価値あると思ってるね。闇将軍のツイッターが何が面白いかっていうと、あんだけリスナー抱えてるのに、いいねボタンが一個も押されないっていうのがめちゃめちゃ面白いの。闇将軍って長文なのね、ツイッター。で、いいねが本当にリツイート一個もつかないし、いいねが一個もつかないんだよ。すごいぜ、あれ。で、なんかじいさんの話とか、田中角栄は、とか、なんか、自民党の議員の名前がいっぱい出てくるんだよ。ツイッター面白いよ。あれシュールだよね。そうそうそう、じいさんが、つって。しかもさ、国会議員とかわかる、ならわかるじゃん。じいさんただの地方議員なんだよね。市議会議員とか、じゃあ、町会議員か。町会議員でさ、あんなぶち上げるのすごくない？もう、なんだっけ、逆にどんなじいさんなのか見てみたいもんね。ツイッターも放送と一緒だけど、なんか文だとじわるじゃん。文って残るじゃん。放送ってさ、ぶっちゃけな話、こう消化していくもんじゃん、忘れていくもんじゃん。でも文って残るんだよ、うん。闇の聞いてる音楽、70代のじいさんが聴く音楽。あ、そうなんだ。ニコ生は生主叩きしすぎて、部活化してしまった。外部が活性化してしまった。あー、ニコ生、ぶっちゃけた話、俺らニコ生原住民としてはニコ生盛り上がってほしいよね。うん、そう思わない？正直あるでしょ。正直もっとニコ生全体的に盛り上がってほしいなっていうのない？寂しくない？ちょっと誰か待ってるよね、村長みたいなもん。うん、うん、うちの家は政界とつながりあるぞって脅してる。やり方が小学生だよな。うん。アンチコメがない闇の放送がツイッターとか。いやー、俺、3年前でもオワコンって言われてたけど、3年前が一番オワコンオワコンって言われてたけど、ついに終わりすぎて、終わりすぎて、オワコンって言われなくなったの。もう、原住民しか残ってないのよ。オワコンって言われなくなったオワコンサイトってすごくて、3年前はみんなオワコン、オワコンって騒いでたのよ。で、おそらく3分の1。うん。3年前からすると3分の1。
3年前でもすでにオワコンって言われてた。つまり、マジで終わった。ニコ生のピークは2012年。多分それくらいかな。俺が始める2年前とかだね。うん。いや、2011年とかだと思うよ。2011年後半とかだと思う。一番盛り上がってたのは。あー、スター待ってるよね、やっぱりね。うん。闇は売った土地にできたマンションの住人に偉そうに売ってるようなもんだから。でもさ、俺、これ、みんなに聞きたいんだけど、これマジな話、闇将軍って多分病気だよね。どう？俺結構何回か会って前々から思ってたけど、俺より重たい重たい心のなんか病気を抱えてると思うんだけど、育ちかな？え、育ちか？うん。俺ね、近藤組組長見たことないからわかんないんだよね。だから俺がいない間になんか急にブレイクした人でしょ？最近の人でしょ？病気だよな。D プラス終わっ、あ、そう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 、D プラス終わった半年後ぐらいから俺始めてるから。ゆいがさんが引退して俺が入ったぐらいの入れ替わりなんだよね。うん。キスの話なんかしたっけ俺。キスの話してないと思うんだけど。闇は本性かなり隠してるから危ないだろう。どうなんだろうね。っていうか、じゃあ今度逆の質問していい？俺は精神病とかじゃあ育ちはまあ置いとこう。ただ闇将軍を確実にこじらせてるなんか匂いを感じるんだよ。童貞だよね多分。俺これ多分当たってると思うんだよね。あのね、闇将軍の全ての発言、言動、なんかやることなすことから童貞臭がするんだよ。あれガチで童貞でしょ多分。どうなんだろう、合ってるよね。当たってるよね多分。あれガチ童貞だよね。あ、そこはやっぱそうなんだ。そこはみんなそう思うんだ。東京配信やったんだ。え、俺闇将軍近い？そう？え、俺闇将軍近いかな？スタイル似てる？似てないと思うよ。どうだろうね。あんまり似てないと思う。はい、ワドツー、特命さんおはよう。今日はね、仕事、明日から2連休です。ワドの様子当たった。近藤ワド、え？ワドの家、来ようとしてたからね、南極と。あ、そうなんだ。闇が被災者と沖縄県民侮辱した発言で未だに粘着されてるもんな、当たり前だけど。あれはやっちゃダメでしょ。あれはダメ。あのね、その、同じ日本人として、日本人が被災してることを、言ったらダメだよ。はい、イリアいらっしゃい、ワドツ。なんでそういうこと言えるんだろう。だってさ、明らかにさ、その、人が亡くなっていて悲しい人がいる。絶対にその、変え難い悲しみを背負ってる人がいるのはわかるじゃん。被災したとか、何かあったとか。そういうデリケートなことに対して、これってオープンな場所じゃん。絶対に日本全国からあれだけリスナーいたら被災してる人いるわけじゃん。なんであんなことが言えるの？俺本当にね、デリカシー本当にないのか、よっぽどバカなのか、狙ってやってんのかわかんないんだよね。絶対やっちゃダメだよ。俺はそういうのを許せない、ちょっと。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。